皆さんこんばんは、今日は神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えするんですけれども、すごいゲームになりました、延長10回3時間51分いろんなことがありました。これもう細かく言い出すとですね、これ時間が長くなりすぎるなというぐらい、いっぱいありましたので、まあちょっとかいつまんでになりますけれども、お話ししていきたいと思います。はい、このようなゲームになりました。ご覧いただきましょう。まずタイガースが2点先制、すぐに追いつかれてヤクルトが3回で1点リード、5回にタイガースが追いつく、7回の裏にヤクルトが2点リード、そして 8回の表に1点差にタイガースが詰め寄った裏にまた1点取られる。この1点はなんか嫌な1点ですよね、普通ならね。それでも9回の表にまたタイガースが2点を取って追いついて、延長の10回、結局佐藤輝明のホームランで7対6で勝つというゲームになるわけですが、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、この10イニングの中で三者凡退で終わった回がですね、1回の表と6回の表、この2回だけなんですね。あとの18回はですね、すべてランナーが出ましたよということですね。その中で点の入った回が9回あったということですね。ですからこれは見応えはありましたね。まあやっぱり点取りゲーム、点を取り合うゲームっていうのはやっぱり面白い、一喜一憂しながらですね見てしまいますよね。そのゲームをちょっと詳しくご説明していきます。まず先発はですね、サイスニード。初回はですね、三者三振、素晴らしい立ち上がりでしたね。一方の青柳はワンアウトを取った後、西川にデッドボール与えたんですけれども、オスナをセカンドゴロゲッツーということで3人で終わらせました。そして2回の表、大山がまずフォアボールで歩く、そして今日5番にノイジーを入れました。このノイジーがですね、一つファウルした後のカーブ低め、これをですねレフトスタンドに先制ツーランホームラン。今日僕ノイジーのバッティングを見てまして、今までとちょっと違うなっていうものを感じました。結局5打席経ったわけですが、一つ犠牲フライがありましたので、4打数1安打3打点ということで、打点はね3つ稼げました。今まではですね、甘い球を見逃してバッター不利なカウントにしてから難しい球を振りに行く、そういう形が多かったんですが、今日はですね、この5打席立ってストライクゾーンで見逃したのは1球だけなんです。それ以外はですね、もう積極的にガンガン振りに行った、内容もですね非常に良かったですね。これから皆さんもノイジーをご覧になるときに、ちょっとこう甘い球を見逃す打席がないか、あるいはもうそれをガンガン振りに行ってるか、積極的にそういうところを見るのもちょっと面白いかなという気がしましたね。このホームランは非常に有効かなという気がしましたけれども、あっという間に追いつかれましたね。2回の裏、青柳がオープン戦で見せたようなコントロールではなかったですね。やっぱりちょっとこう乱れてました。先頭の村上にフォアボール、サンタナにもフォアボールです。そしてそれを長岡で送ってワンアウト2、3塁。7番に入っている中村、センターライナーだったんですが、近本これをですね落球しましたね。珍しい、エラーになりましたけれども、まあこれは守ってる人でないとわからないんですよね。打球がこう本当に空中イレギュラーってよく言うんですけれども、回転がないとですね、フォークボールのようにこうふわーってくる時もある。もしかするとそういうボールだったかもしれないな、あるいはちょっとイージーボールだったので、楽に取りに行って落としたのかな、どっちか。これはもう近本選手に聞かないと分かりません。そういうところでまず1点が入った。そして竹岡のセカンドゴロで2点目、追いつかれたということなんですが、結局この回はですね、ノーヒットで2点が入ったというね、やはりフォアボールの威力は大きいな、取るだけではなくて与えるとですね、やっぱりこういう点の取られ方をするんだな、そういうものを感じた2回でしたね。そして3回の裏、今度はヤクルトがリードします。今日1番センターに入ってます岩田選手、今シーズンの3月31日に支配下登録された2021年の育成ドラフト1位の選手なんですけれども、今日初スタメン。その選手がですね、2打席目にレフト前にヒットを打った。これは嬉しいですね。岩田選手おめでとうございます。僕はなかなか初ヒットが打てなくて4ヶ月近くかかりましたかね。17打席目ぐらいにやっとヒットが打てたと思うんですけれども、岩田選手の場合は2打席目でもうヒットが打てたと
ということでね、これはもう本当に嬉しいヒットだったと思います。西川のショートゴロでランナーが入れ替わり、オスナ三振で、2アウト1塁。ここで、村上、この村上に対してはですね、2打席連続のフォアボールという形になりましたね。1、2塁。そしてサンタナ、サンタナは打ちますね、インサイドの、まあ、シュート系の球、これをレフトへヒットしてタイムリーということになりましたね、3回に1点が入って3対2ヤクルトが1点リードということになりました、5回の表タイガースが追いつきましたね。ここは先頭の木浪がですね、ライトオーバーのツーベースですね、これを青柳が送りバントするわけですが、サイスニードがエラーですね、エラーがつきました。ノーアウト1、3塁という形になって近本レフトフライ、これちょっと浅すぎて帰れずだったんですが、中野がライト方向にチェンジアップをヒットしてタイムリーですね、1点。まあ、その後もチャンスはあったんですが、大山のダブルプレーでこの回は1点止まりということになりました。その裏ちょっと危ないプレーがありましたね、西川のセカンド内野安打なんですけれども、この打球を処理した中野選手がですね、一塁のちょっと外野方向に送球がそれた、それを取りに行った大山と打者走者の西川がぶつかってですね、これはちょっと大山大丈夫かな、本当にちょっと心配になりましたけれども、大山選手はですね、やっぱ体強いですよね、本当は厳しいと思いますけれども、ユニフォームの上から見てもですね、サポーターをしているのがよく分かりました。かなり足はきついのかもしれない、そういう中ででも大丈夫ということで出続けましたね。この辺が大山選手の素晴らしいところだなと思います。ゲームが動いたのは7回の裏でしたね。青柳は6回まで投げました。105球3安打2奪三振、やっぱり心配なのは6つの四死球ですね、まあ、これがもうちょっと減っていけばですね、青柳らしいピッチングが見られると思うんですが、今日はかなり苦しいんだなっていうピッチングでした。よく3点で抑えたと思いますね。7回は桐敷が出てきたわけですけれども、代打の北村を三振に打ち取るんですが、これが振り逃げになりましたね、そして1番岩田のところでバントするんですが、これは2塁送球でアウト、ランナーが入れ替わります。そして2番西川の5球目でしたね、5球目にスティール、これが成功して、2塁へ行った後西川はフォアボールですね。オスナはセカンドフライで2アウト、また村上、ここもフォアボールになりましたね、満塁。そしてサンタナですよ、もうサンタナがすごいね、ちっこい、ワンボールツーストライクから低めのフォークだと思いますね、まあボールだろうなと思いますけれども、ね、ちっこくセンター方向にタイムリーですね、2点タイムリーを打ちました、これで5対3。そして8回の表またタイガースが1点返すんですよね、ピッチャーは2番手石山でした、中野がレフト前にヒット、そして、森下の打球、これはですね、村上にファインプレーが出ましたね、ヒットになるかなというところを村上がファインプレーをしてセカンド送球した、いいプレーでした。ワンアウト一塁、そして大山が今度もう一回サード線抜きましたね、2、3塁という形になってノイジー、ワンボールからの甘いスライダー、これをライト方向に打って、1点取ったというね、5対4、1点差に追いつくという形になりました。その裏、もう8回の裏ですね、早いですね、8回の裏、浜地が出てきてですね、先頭打者の長岡に、高めのまっすぐガツンとライトスタンドに放り込まれた、6点目。この1点でもうゲームは普通なら決まるとこなんですよね、2点差に広げられた、タイガースからしてもこの1点は大きいなというところだったんですが、9回の表です。ここで出てきたのが星、まあね、その抑えをそんなにやってるピッチャーではないんでね、ちょっと緊張したかなっていうところだったんですが、まあ普通であればですね、田口が調子良ければ田口で行くとこなんですが、田口が今ファームにいるということで星が出てきたわけですが、この星がですね、先頭打者小畑にですね、フォアボールを与えた。こういうゲームですんなりいくかいかないかはですね、先頭バッターがアウトになるか塁に出るかなんですね。そういう点でこの星がですね、まあ3ボールからフルカウントまではいったんですが、低めのまっすぐ、これはですね、小畑もよく見逃したと思います。ストライクボールギリギリの低さ高さでしたから、ここをまあよく見逃してフォアボールを取ったなっていうところですよね。木浪はセンターフライで、ワンアウト、
だったんですが、代打の糸原打ちましたね、ライト前にヒット1、2塁、そして、近本だったんですね。こういう場面で期待のできる近本に回ってきた、何かあるかなっていうふうに見てましたけれども、フォアボールでした、満塁、ここでもうヤクルトベンチも我慢しきれずにですね、大西を持ってくるわけですが、この大西が、中野に対してまたフォアボールです。これが押し出しになりますね。1点差になりました。そして、3番の森下、やってくれる森下なんですが、2ボール、その前のバッター2人ともフォアボール、こういう時に1球見ようかっていうのが、まあ波のバッターだと思うんですが、森下選手はですね、超積極的なバッター、甘い球が来たら絶対打つんだ、そういう気持ちを持って立てたと思いますね。その甘い球が来ました。それをレフト前にヒットして、同点タイムリーということになりましたね、9回が終わって、6対6の同点。こうなるともう残ってるリリーフ陣の、まあ、レベルからすると、これはタイガースが有利になるだろうな、そういうふうに思うところなんですよね。まあ、10回の表、出てきたピッチャーは木澤、そうだ、まだ木澤がいたなというところだったんですが、ワンアウト後の佐藤輝明でした。うちの家内はまた雨が降ってきてですね、てるてる坊主の一発なんか出るんじゃないのかななんて言ってたんですが、そんな失礼なこと言っておりました。その佐藤輝明がですね、まあ起死回生のホームラン、もう打った瞬間に行くなっていうね、ホームランを打って、いろいろあったこのゲームをタイガースがものにしたということになりました。佐藤輝明がホームランした時のベンチが映りましたけれども、もうこれはですね、優勝する時と同じような感じになってましたね。チームが一丸になった、まあ、今シーズンの中で一番チームが一つになったなっていうのを感じさせるシーンだったと思います。佐藤輝明のホームラン、非常に良かったと思います。29打席目でした。9回は岩崎がランナー出しながらゼロに抑えて、そして10回、ゲラが、ここも先頭打者ヒットを打たれましたけれども、川端そして丸山を抑えて、ゲームセット、タイガースが7対6で勝つということになりました。はい、勝ちは岩崎につきましたね。1勝1セーブ、そして負けが木澤、1勝1敗になりました。ゲラに初のセーブがつきました。ホームランはノイジーの1号、佐藤輝明の1号、そしてヤクルトの方の長岡1号ということになりましたね。そして今日の MVP、 ちょっとかすれてますけれども、もうこれは文句なく佐藤輝明選手ですね。はい、こういう風になりました。まあ細かく言い出すとですね、今日のゲームはもういろんなことがありまして、今シーズン初の2桁安打12本ヒットが出てます。それでもチャンスにまあね、ダブルプレーがあったりいろいろしたんですね。大山選手今日は2つのダブルプレー、これも普通負けてればですね、ものすごくクローズアップされる、ダブルプレーなんですけれども、終わってみて勝ちましたのでね、これは大山選手、ほっとしてるんじゃないでしょうかね。やっぱこのまま負けてれば本当に責任を感じるところでしたけれども、佐藤輝明でガツンと勝ちにしてくれましたのでね、これはもう本当に4番大山としてもですね、非常に嬉しい勝ちではなかったかなと思いますね。はい、明日はですね、ヤクルトは吉村、そして、タイガースの方は大竹の先発ということで、また投手戦になるのかなという気で、見ていきたいなと思います。ということで、今日のゲームは延長10回、阪神タイガースがヤクルトスワローズに、佐藤輝明の決勝ホームランで7対6で勝ったゲームをお伝えしました。以上です。